初代、はい、ジェームス・ボンドを演じたショーン・コネリーが90歳で亡くなりました。はい、90歳、ついにこの日が来てしまいました。いやでも他全員生きてらっしゃる。いやもう一人死んじゃった。そうなんですか。3代目ロジャー・ムーアっていうの。ロジャー・ムーア、そう、まあ、そっちの方が年上なんだね。はいはいはい、ああそうなんですね、うん、まあ順当は順当なんだけどね、うんうんうん、亡くなりました。なるほど。あまりにもショックなんで。ショーン・コネリー。今日はね。ああ、でも大往生ですね。うん、そうだね。90まで生きればね。うん。まあそんなわけでね、もう悲しみもあるんで、今回は007について語ってみようかなと。そうですか。うん。今日は緊急招集したわけです。はい。うん。あ、でもまあちょっとね、あのいくつか見たことあるんです。私も。嘘だ。一番多分よく知ってるのは、うん、あの。ロジャムーアじゃなくて、うん、名前が出てこない。何ピアースブロス？ピアースブロ、ピアースブロスな、うん、あの人のやつは何個か見てます。テレビで見てるの？テレビかあの DVD でも。借りるのだって DVD。いや中古で一個買ったやつがありました。意外だね。昔。だからまあその中でも一般的にも有名 な単語としては、うん、まあ、ボンドガールだったりとか、ね、ボンドカーとかね、そうだね、そういうところはなんとなく歴代とかっていう ね、うん、なんか語られてるのは、まあ、そもそもがね、あのイギリスの情報部員だよね、うん、はい、ジェームス・ボンド、まあ、主人公のね、はい、ジェームス・ボンド、コードネームですか。で、あのジェームス、あのでイギリス の MI6 っていうね、そういう組織があるんだ、うん、情報部、はい、あるんだけど、はい、そこにダブローカっていうのがある。でダブローがついてる人は殺人を許可されてるの、うんうん、勝手にね、お前は人殺していいですよって言って外国行って人殺しちゃってね、イギリスでは罪に問われなくてもさ、うんうん、外国じゃ関係ないような気もしないでもないんだけど、関係ないですよね。まあそれ映画の話ですか。まあもう、まあ、もともと原作はある、うんうん、小説なんだよね、もともとは。うん、そう、それの映画化のシリーズなんだけど、うん、まあ、そういうダブロー化っていうのがあって、だからそこにダブロー1から1から2、3、4って言って、そこの7番目7っていうのがダブロー7、ジェームズ・ボンドの、うん、そういっぱいいるんだよ。だからたまに映画でね、みんな集まることもあるんだけど、うん、ああ、うん、そうですか。そうダブロー3なんてのもいるわけですか。そういう、あれですね、うん、サイボーグ009もそれですね。あ、そうだね、あれは007真似してる。真似してるんでしょ。そう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 、きっと。なるほど。そう、加速装置、うん、的な。そう、それはないけど、うん、だ結構ね、死んでるの、うん、007なんとか死んだり、中にはね、敵役で出てきちゃったりした人もいたりいるし、うん、同じ、そう、元も007なんだけど、あの裏切って敵として出てくるっていう、まあゴールデンアイっていう話なんだけど、そういう話もあったしね。うん、まあいろいろあるんですよ。はい、なぜ興味を持ち始めたの？俺ね、それがよくわかんないのよ。わ、うん、かんないんだけど、小学校の時から好きなんだよね。なぜか。いや、俺たちの小学生ってさ、ゴーストバスターズだからね、映画といえば。そう、多分ね、多分なんだけど、はい、なんかね、父ちゃんがちょっと好きだったのかなっていう。なんかね、うちの父ちゃんなぜか小説を持ったの。ロシアより、ロシアから愛を込めてっていう。あの小説、なぜか007小説1個持ってて、で昔ブームだったんでね。確かにうちの親父も、うん、そのあのショーン・コネリーあたりは多分、うん、あの好きだった。そう、ショーン・コネリー の、うん、あのゴールドフィンガーあたりで大ブーム、うん、スパイブームっていうのが起きたんで、うん、なるほど、あのミッション・インポッシブルのね、はいはいはい、最初のやつとかね、うん、あの辺もその頃にね、まあアリューとして生まれてるからね、うん、うん、大流行したっていうのがあるから、多分ね、父ちゃんがね、多分見たんだと思うんだ、うん、なんかそれをこう音楽とか聴いてた、なんか、うん、あの結構印象的じゃない、音楽が、だったかだん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 って、多分その辺がこう引きずってて、あの小学校の時なんかテレビかなんかで見て、うん、映画って、うん、まあ、内容もそうなんですけど、やっぱ音って重要ですよね。そうだね、それはあるね、すごくやっぱ音で、ああれだっていうのが、うん、音楽であれだっていうのがすごくあるわね。あの有名なやつ、それもセット、うん、なのかなって、ね、
ダブルセブンもね、あの有名なテーマソングはもうね、そうそう、一緒に出てくるからね。そう、多分その辺で、うん、好きになったのかな。あとスーパーカーブームっていうのが俺小学校、じゃあ幼稚園の頃にあって、はい、ありましたね。その時ね、あのスーパーカーが海に潜って潜水艦になるっていう話があるんだよ。そうだ、結構古い本、ね、私を愛したスパイっていうんだけど、はいはいはい、なんかそういう話があって、それをね、あのスーパーカーの番組で見たの俺、幼稚園ぐらいの時だと思うんだよ。幼稚園が小学生ぐらいだと思うんだけど、それがすごいかっこいいなと思った印象があって、それで後々その音楽も合わさって、多分小学校の時なんか気になって見始めた。いまだに水陸両用ってそんなないですからね。そうだね、あのバスみたいなのあるよ、船になるやつは、あるけどね、あるけど潜水艦でこの車がそうなるってのは、そうだね、なんかそういうなんかね、そういうギミックっていうのが、そういうのがなんか子供の頃ってなんかすごくかっこよく感じたりするんだよね。バックトゥザフューチャーだったらその空だけどね、あれもかっこいいもんね、こう空飛ぶね、デロリアンね、あれも大好きだけどね。そういうあのやっぱりなんて言ったらいいんだろうね、夢があるっていうのかな。そうだね、夢もあるしね、なんか実際こういうのあったら乗ってみたいって実際思うしね。最新作っていうのはやっぱり最近だと、一番最新作っていうのが、これな、今んところ最新はこれスペクター、デブ、その宣伝部長をデブスペクターがやんじゃないかっていう話があったんだけど、あの、それは冗談だったなんか変なギャグとか言いながら、はい、シャレとか言いながら宣伝しちゃうんじゃないのかなっていう話もあったんだけど、さすがにね、そう、あ、スペクター、はいはい、スペクターね、この、そう、はい、この名前来た時はびっくりしたけどね。ダブルオーセブンファンだったらみんなびっくりするの、この名前って。で、このスペクターっていうのは、はい、実はそのショーン・コネリーが出た頃のダブルオーセブン、初期ダブルオーセブンの敵の名前だったの、敵の組織、あの暴走族じゃない、スペクターって言ったのって、日本だとなんか暴走族のイメージあるけど、スペクターっていうこの犯罪組織、この東側のロシアでもなくて、アメリカ側でもない、その中に、真ん中にいる、こう、あの、組織っていうのを作ったの。架空の組織をね、物語上作って、それを敵役としたの。で、ショーン・コネリーは初期それとずっと戦った。でも途中からね、そのスペクター使えなくなっちゃって、権利の問題で使えなくなっちゃって、そこから出てこなくなっちゃったんだけど、ところが使えなくなったと思ったら、いきなりスペクターってタイトルが来た。ああ使えるようになったんだってみんなびっくりした。ああ、なるほどね、まさかこのタイトルが来るとっていうのが今のところ最新作。そうですか。で、本当は今年公開されるはずだったの、ノータイムトゥーダイっていうのがね、はい、だけどコロナの影響で、はい、あの、4月、そう、4月公開予定が11月に伸びて、それがこの前来年の4月にまた延期、再延期が決定しちゃった。まあ、1年越しになっちゃう、1年遅れになっちゃう、うん、もういい加減に見たいに、もう死んじゃうかもしれないからさ、半年、うちらなんか半年後なんか死んじゃってる可能性あるからね。まあね、あなたの場合は、ね、そう、どうなるか分かんないからね。というわけでね、はい、じゃあちょっとね、はい、紹介してってみたいと思う、はい、で、初代、うん、初代こっち、初代ジェームス・ボンド、もうまとめてね、ショーン・コネ、ショーン・コネ、はい、ショーン・コネリー出演作品、はい、ドクターの、これ見せて、ちょっと見せて、ドクターの、ドクターの、はい、次、これ有名なタイトルですね。そうだね、これ有名だね、ロシアより今でもパロディ的に使われるよね、この人より愛を込めて、うん、そう、それもあるし、爆竹ね、ロシアより愛を込めて、はい、はい、はい、ゴールドフィンガー、ゴールドフィンガー、ここでも爆発的に、てってつてててて、そう、ゴールドフィンガー99まさにそれがここから来てる。あ、そうだね、まあパロディっちゃパロディなんだよね。そしてサンダーボー、サンダーボー、はい、キャノンボールってあったじゃん、あった、あれにもね、ロジャー・ムーアが出たりした、ボンドっぽい役でね。おうおう、そしてで、2度死ぬ、ダブルセブンは2度死ぬ、で、この2度死ぬは日本が舞台なの。おお、なんか日本人にはね、馴染み深いね、作品、はははは、はい、ちょっと見たいな。で、これね、はははは、日本側のボスが丹波哲郎、それで忍者部隊が現れて、忍者部隊とともにこう最後スペクターの、ね、日本にある基地をやっつけるっていう、そういう話が、で、一本で、ね、違う人がなったんだけど、はい、復帰で、あ、ダイヤモンドは永遠に、ダイヤモンドは永遠に、一本ね、あの、もう
あの5本契約だったから、うん、それにあのもうずっとジェームズ・ボンドやってイメージ固まんのが嫌だって言って、もう嫌気がさしてて辞めるって言って辞めて、うん、2代目ボンドに変わったんだけど、あのこの人ももう一作で辞めちゃったんで、うん、なるほど、お願いだから戻ってって言われて、うん、もう破格のギャラ、破格、あと映画を3本作る権利っていうのをもらって、もうどうしても戻ってきてほしかったんで、もう破格のもう待遇で戻ったと。ダイヤモンドすごいですね。そう、これがショーン・コネリーで、番外編っていうのもショーン・コネリー、これ「ネバー・セイ・ネバー・アゲイン」、これはそう、これはあのサンダーボール作戦っていうののリメイクなの。うん、サンダーボール作戦っていうのはもともとはもう映画化を前提に作られた話で、そこでねスペクターっていう組織もそこであの初めて作られた、まあ小説の話なんだけど、うん、原作者とこのプロデューサーが一緒に作って、うん、でこの人がまあ権利を持ってるから違う会社で一本作った。じゃあ完全にもう作り直したんだね。そう、メイクでね。それを元祖のショーン・コネリーをもう10年ぐらい経った後かな、もう結構ねヨボヨボなんだけど、うん、もう一回ショーン・コネリーを復活させて撮ったっていうのがこのネバーセイ・ネバーアゲイン。はい、はい、ね、以上でございます。そう、亡くなっちゃいました。以上でございます。ご冥福をお祈りいたします。ご冥福をお祈りいたします。ありがとうございました。はい、で2代目ボンド、はい、2代目、ね、2代目、これ1作しか、これも有名じゃないですか、女王陛下のダブル、ね、うん、女王陛下のダブルオーセブ、これがね、一作だけで、これね、はい、あのショーン・コネリーが無名の人だったね、うん、あの007やるとき無名で、うん、で引っ張ってきてやらしたら、うん、ほら大ヒットしたでしょ、はいはい、でスターになったでしょ、うん、それだから2代目も同じパターンでいこうっつって、あの無名の方、そう、当時無名の、うん、しかも俳優じゃないのこの人、うん、モデルなの、うん、あの結構ねその前の二度死ぬっていう日本のやつで、うん、結構ね宇宙でドンパチやっちゃったりとか、うん、なんかね火山でこう大爆発とか、なんかもうなんて結構 SF 的っていうか、うん、こうふざけたような内容になっちゃって、うん、でまあ新しいボンドで、うん、もう一回あの初心に帰るっていうか原点回帰的な、うん、もう原作に近いような話を作ろうっつって、うん、これ見たかもしれないな。で作ったのはこの女王陛下なんだけど、うん、うん、まあ、当時はねあのかなり批判されたらしいんだけど、うん、今となったらあのこれをベストに挙げる人も多い、うんうん、007シリーズで、うん、これが好きだって言ってる人が多い。普通を言う俺もそうなの、ほら見てこれ、あーあーあああ、ね、なるほど、うん、はいはい、俺も実はこれが一番大好き、女王陛下、これ見てるかもしれません、うん、これスキーアクションのやつで、はい、で、これ初めてねボンドが結婚するの、うん、この人と、この人もこの前亡くなっちゃった、うん、あら、ダイヤグリーグ、この前亡くなっちゃったんだけど、この人と結婚する、結婚するんだけど、うん、エンディングであっさり殺されちゃうの、奥さん、そういうねこうあのバッドエンドシリーズで初めてですか、バッドエンドでは、はい、でこの人は、うん、あのねあの結構ね天狗になっちゃって、うん、話によるとね天狗になっちゃって、うん、俺はスターだって、それまで無名だったんだけど、うん、俺はもうスターだって言ってもうこんなになっちゃって、ね、それで自作目のオファーがなかったと、それでもういや俺もうやらないって言っちゃった、あ天狗になっちゃった、そういうことか、もうこんなはやあのスパイものなんかもう時代遅れで流行んねえから、うん、俺はもうやりたくないって言って、うん、これで自ら降りちゃった、うん、その後の末路はそれは B 級スター、なるほど、はい、だからそのまま続けてればね多分もっとね、そうなっちゃいけないんだね、そう、ね、もっとね有名な人になってた可能性はある、うん、もったいない、俺大好きなんだけど ね、2代目ジョージ・レーゼンビーって言うんだけど、オーストラリア人のこの人だけ、イギリス人じゃなくて、まあユニオンジャックはついてますからね、オーストラリア、そう、まあ、まあ、オーストラリアもね、まあ、イギリス系なんでね、あーまあ OK ってことで、うんまあ、なったの、うんうん、というわけで次に3代目ボンド、はい、ロジャー・ムーア、ロジャー・ムーア、うん、この方も亡くなってしまった、うん、この人も一番最年長、そうだね最年長、うん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 、うちら一番馴染み深いのは実はこのね、うん、ロジャー・ムーアだったり、うんうんうん、俺も小学校の時はこのロジャー・ムーアがねあのボンドだったんでね、うんうん、この人はもうコメディ路線完全にコメディ路線の人で、うん、冷酷な部分はあまり見せずにこうね
コメディ的な感じで。私を愛したスパイって有名じゃない？そう、それ10作目の記念作になって入っちゃう。ここまでね。ここまでがそう。はい。死ぬのはやつらだ。はい。で、そのデビューが死ぬのはやつらだ。で、あの007ってこの頃になるともうブームも去っちゃって、あの常にマンネリとの戦いになったの。この頃黒人映画っていうのが流行ったのね。ブラックなんとかってあの黒いジャガーとかっていう映画がヒットしたらしいんだけど、うんうん、そういう黒人映画が流行ったんでその要素を取り入れたのがこれ。ちょっとオカルトチックな、うん、これがデビュー作。はい、はい、なるほど。そして、で次に黄金銃を持つ男が、はい、これがあのカンフーブームに乗ってカンフーを取り入れたの。うん、ブルース・リーの燃えよドラゴンってあったんだけど、あ、はいはい、まあなんかそれにちょっと近いこう無人島に敵のボスがいて、そこに対決しに行くっていうね、そういうような、でカンフーアクションも出てきたりとか、うん、そういう今度はそういうカンフーに寄せてきた一番の打作って言われてる黄金銃の持つ男を敵ね、こうスカラマンガンってこう昔ドラキュラをやってた俳優さんなんだけど、こう原作者のいとこなの。へ、うん、この人は敵はあの、ね、殺し屋なんだけど、黄金の銃を持った殺し屋なんだけど、その人は身元が全く分かんない人なんだって。ただ一つだけ、特徴があって乳首が3つあんだって。またそういう本当よくそんなプランが通ったよね、企画がね。まあ打作でもやっぱそういうね、ちょっと太っ、まあ瞑想時代っていうのかな、あ、まあ一言で言えば、うんうん、瞑想、瞑想してるわけですね。はい、次、はい、私は愛したスパイ。でこれがそのね、うん、瞑想後の、うんうんうん、もう10作目ということで、うん、もうお祭り的な作品でもあって、記念作です。そう、これであの俺がねちょっとあの子供の頃影響を受けた、うんうん、あの車が潜水艦になっちゃうっていうのもここで、これですよ俺が見たの、うん、とにかくもう大味なね、もうアクション満載の、はいはい、うん、まあ最高傑作でしょうね、あの、うんうん、ロジャー・ムーアのね、うん、中では最高傑作、まあ代表作と言っていい、うん、作品です。はい、はい、なるほどですね。はい、次はムーンレイカー。はい、ムーンレイカーで次またこれブームに乗っかっちゃう。月の話かな。違う、これね宇宙なんだけど、はい、何のブームかっていうと、はい、スターウォーズブームに乗っかっちゃう。なるほどね。そう、スターウォーズが流行ったからスペースシャトルに乗ってついに宇宙へ飛んできた。そう、ボンドと、ボンドがついにスペースシャトル乗って宇宙行って、最後は宇宙でみんな戦う、はいはい、こうレーザービームピャン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 ってこう宇宙空間で、 あんまり見たくない。いやでも俺子供の時見た時一番面白かったのこれが、あのいろんな秘密兵器出てくるし、でボートからこうね飛び出してこう空に飛ぶとか、なんか船が車みたいに走っちゃうとか、ちょっと現実かけ離れちゃった。そう、もうとにかくもうね変な、もうもうやりたい放題のね、うん、路線に行っちゃったのがこれ。でもうその行き着く先、そうならない、そう行くしかなかった感じか。そうだからもうマンネリを解消するため、ね、その時のトレンドをどんどん取り入れた結果がそうなっちゃった、ね、宇宙まで行ってやりすぎちゃったんで、いやもう一回じゃあもうね、うん、初期にな、うん、初期の頃の、まあ、雰囲気に戻ろうって言って作ったのがこの Your Eyes Only、うん、もう秘密兵器とかなしにして、はい、もうボンドがこう肉体的なアクションで、事件を、事件っていうかね、任務を遂行していくっていう、うん、これなかなかね面白くて、これ見たことない、うん、これなかなかいいですよ。これはスキーアクションもあるし、あとね最後崖の上からこうね崖こうロッククライミングでこう登っていくとかね、敵のアジトに、この辺のねアクション、まあほとんどスタントマンなんだけど、まあなかなかいいです。あと音楽はこれいい、これね80年代入った時のやつで、音もね80年、俺80年代好きだから、ね、ここねもう本当に80年代の音して、あロッキーの人なんて音楽やった、うんうんうん、あのゴージャスタタタタタタタ、あのゴージャスな感じで007のテーマをねやる、もうなんかねそれがね80年代にマッチしてね、すごく音楽も特徴的で、俺は大好きですこれ、はい、ロジャーマンはねこの辺にもなってくとかなり年寄りで、オクトパシー、そうもうだいぶね、はい、このオクトパシーの時はショーン・コネリーの復帰作のネバーセネバーゲンと同じ年に公開されて、まあ007対決って言われたんだけどね、
テンポの良いジェットコースタームービーに仕上がった、うん、そうあのアクションどん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 続いてる、うん、インドが舞台なんだけど、あの面白いよ、面白いけど、あともう一息ちょっと、うん、面白いは面白いんだけど、うん、はいはい、もう行きましょう。はい、でこれがロジャー・ムアの引退作ね、美しき獲物たち、これの大好きなデュラン・デュランが主題歌を歌ってるっていうね、うん、うん、もうヨボヨボのおじいちゃんボンドになっちゃって、最後のまあ一番年配だったからどうし、そっか、だいぶもうおじいちゃん、うん、そうだね、うん、はあ、そう、まあ、うん、まあ結構マンネリかなっていう、この辺に来ると、うん、行き詰まってきてる感も確かにね、あったね、この辺に来るとね、うん、次のボンド、ティモシー・ダルトン、これがね、そう、ティモシー・ダルトン、この人が今度4代目ボンドか、4代目、うん、4代目ボンドで、この人はね、もともとシェイクスピア俳優っていう、もうバリバリの子は俳優をやってた人で、そういう感情表現とか、そういうのを得意にしてた人がね、でもうこの人がなった時はこの人が一番原作に近いボンドだってね、大絶賛されたもんだけど、うん、まあ俺はそうは思わないけどね、いやかっこいい人で、うん、まあ演技派と言われるぐらいだから、まあ、うん、まあそこまで演技派っていうのが目立つような話でもないと思うんだけど、うん、まあこれはねバランスが取れてね、アクション的にもバランスが取れてるし、まあちょっとね、あのちょっと理由ある、うん、ちょっとやっぱりボンドが変わったんでリニューアル的な要素もあるし、うん、まあバランスを取れたいい作品だと思います。監督さんって基本同じなんですか？いや、ところがね、その中期のロジャー・ムーアあたりから、まあ Your Eyes Only ってとこから、うん、あのね、ここのティモシー・ダルトンの消されたライセンスまで同じ監督がずっと撮った、はい、ジョン・グレンっていう、うん、この人が、まあ、ずっとね、うん、今まで一番多く撮ってる監督なんだけど、まあ中だるみの象徴でもあり、うんうん、確かにね、どの映画もだるい部分が出てくるんだよね、その監督、まあでも、まあバランスよく撮る監督だったっていう言えなくもないけど、うん、まあここでそのジョン・グレンっていう監督も、まあここでまあ一旦というか終わりになっちゃうから、うん、でこれがそのティモシー・ダルトンの第2作目で、これはダイ・ハードに影響を受けたのみんななんかその時の流行り、そうその時の流行りとの戦い、もうマンネリとの戦いだったね。ダイ・ハードって見たことある？あのね、ビルの中でね、あのボロボロ、そうブルース・ウィリスがボロボロになって傷だらけになって、それで最後敵をやっつけるっていう話なんだけど、ボンドにそれをやらしたボンドってほらおしゃれであんまりこうね汚れないようなイメージなんだけど、もうこれは麻薬王と対決して最後ボロボロで服ボロボロで顔ももうぐちゃぐちゃもう汚れちゃって、はーってやって最後火をつけて敵をボーってこうね燃えて殺しちゃうっていうね、もうボロボロに傷ついて、友達の親友の敵討ちをするっていう任務じゃないんだよね、うん、個人的なあの感情で、だからあの許可証を取り消されちゃった、それはやめろって、俺は任務があるから、あの任務遂行しないといけない、そんな個人的な感情で動くのはやめろって言われたんだけど、いや俺は復讐するっつって、じゃあお前あのライセンス取り消したっつって消されたライセンス、そういうことなんだ、そうタイトル、うん、そういう、まあこれで、でもね、こっからねちょっとブランクが、消されたライセンス終わったところで6年ぐらいで次の作品のブランクが、それはいろいろ裁判沙汰とか、まあいろいろそういうの、まあ冷戦が終わっちゃったっていうのもある、うん、これで次のテーマっていうのも見つからないっていうのもあって、あとまあそういういろんな事情があって、まあ6年のブランク空いちゃって、これであのティモシー・ダルトももう契約が切れちゃったもん、その間で2作で終わっちゃった。この人に5代目です。この人は一番馴染みがあるんですか、うん、もしかしたら若い人でも馴染みちょっとあったりするのかもしれない、はい、ピアース・ブロスナー、うん、ピアース・ブロスナー、うん、ゴールデンアイが最初の、はい、そうですね、うん、この人はねバランス取れてんだよね、ショーン・コネリーっぽいとこもあるし、うんうん、ロジャー・ムーアっぽいところもあるし、なんかねバランスの取れたボンド、うん、優等生的なボンドでね、うん、いやすごいしっくりハマってんなって、俺も最初出てきた時、ティモシー・ダルトン出てきた時はなんかちょっとボンドっぽくないなっていうあったんだけど、
うん、ピアース・ブロスナーはもう最初からいやボンドだなって感じがしたからね。うん、はい、でここでもまた現代風に東西冷戦も終わっちゃったんで、今度新しい今度敵を、これあれだ、もともとダブルエージェントだった人が敵になってそいつと戦うっていう話。うん、両作です、オールで。これ好きだって人結構見たかもしれない。うん、ちょっとオープニングにね、こう飛行機がからこう飛び降りて乗るとかっていうシーンがあるけど、そこだけはちょっとね、合成がすごくてちょっとイマイチかなって思うけど、そこ以外はね俺も好きですね。はい、これは見ました、ね。うん、あ、これ、うん、トゥモローネバーナイト、これはね、テンポ良くて俺好きなの結構。うん、カンフーのね、ミッシェル・ヨーっていう女の人がボンドカールで、うん、あとね、リモコンで動く BMW とか、なんかね、あれは良かったね、そういうなんかね、うん、面白い要素もあって、うん、テンポも良くて、アクションも良くて、はい、まあ、その分中身が薄いって言って批判する人もいるけど、うん、まあ、俺は個人的には、うん、好きな作品、うん、はい、はい、です、はい、でワールドイズ、ワールドイズノットイズ、うん、この人の作品は多分みんな見てるんだよ。そうだね、この辺はね、うん、ちょっとシリアスな作品を目指したの、なんかその女王陛下のダブルオーソン、これね、これをやりたいって言ったの、ピアース・ブロスナーは。もう一回リメイクでも一回やりたいって言ったんだけど、まあそれはできなくて、うん、まあその代わりちょっとそれに寄せてきたような部分がちょっとあるような映画で、うん、うん、うん、まあ最後にはボンドガール自分で殺しちゃうっていうね、そういう話なんだけど、まあちょっとシリアス路線に行ったのがこのワールドイズノットイナフ。はいはい、はい、でこれがピアース・ブロスナンの最後、ダイアナザーで、うん、ダイアナザーで、はいはい、あ、これはだからこれも見てる、うん、うんうん、これはね、うん、ファン的にはなかったことにしてほしい。あ、あんまり良くないんだ俺的にはね。いや、他の人はどう思ってるか分かんないけど、俺的にはこれはね、俺これアストンマーティン、アストンマーティンですか、光学迷彩の、そう、消えるアストンマーティン、消えるやつ、うん、あれがすごくもう俺は感動だった。うっす、俺もあれでちょっと冷めた俺あれがすごい斬新だったんです。一応ほら007と現実的にあることをギリギリを狙うっていうのがあるんだけど、はいはい、あれはちょっとやりすぎだろっていう。まあね、まあなんか技術的にはできないこともないらしいんだけど、実際こうカメラで外を映してっていうのできないこともないらしいんだけど、まあちょっと、うん、後頭向けかなっていう、出てきた時に何もないよみたいな、そう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 、感じだったのが、うん、ピッて押すと出てくる、ピッて押すと出てきてね、ね、うん、それとあれ、CG がすごいのって、なんかね、ほら生身のアクションを売りにしてたシリーズなんだけど、うん、実際にそのスタントをやるっていうのをや、うん、いや売りにしてたシリーズなんだけど、ここで初めて CG を使ったアクションっていうのをやってた、崖からこうなんかこう大波が来て、うん、それをサーフィンでこうボンドがでこう、うん、その波を乗るっていうのが、うん、バリバリの CG で、うん、もうそれ見てもこれはちょっとってなるほど、もうドヤ顔でこうサーフィンでさ波乗ってくんのよ高い波、それでこう崖の下から上に崖の上にの戻るとかっていうのがあんだけど、ドヤ顔でやりすぎだろうってね、ドヤ顔でこう後ろ CE でさ来た時にはこれはちょっとやめてくれってね結構アクションもそういうわけですごいんで、うん、好きな人がいいのかもしれない。うん、あとこれさ、監督がリー・タマホリっていうのよ、監督リー・タマホリって言うんだけど、はい、ホモでね、少年の男にタマホって捕まっちゃったの、はい、リー・タマホリがタマホったって007ファンの間ではちょっと話題になったっていうね、はい、そういう面白いエピソードが、はい、はい、あります。でここからがね、今のポットですね、はい、はい、カジノロワイヤル、カジノロワイヤル割と新しく感じますね、うん、そうだね、これは2007年かな、うん、007のね、2007の年に出たカジノロワイヤルで、カジノロワイヤルってこれ実はね、原作の1作目なの。なるほど。そうだから、ここからね、リブートした本格的なリブートをやって、うん、だ時系列的にはシリーズの中で一番古い話なの、うんうん、ボンドがスパイになる前のとこから始まる、うん、で最初の任務っていうのを描いてる作品で、うん、もう今まであったこう映画の最初にこうジャージャってこう頑張れるって、なん
うん、こうバキューンってとこう血が流れてくるっていう、うん、オープニング定番のあるあれもなくしちゃって、うん、もうそういうお約束をね、あのいろいろ消してもうリブート、これが大成功、うんうん、ダニエル・クレイグってこう顔が悪役顔で、うん、今までのこうジェームズ・ボンドのイメージとね、うん、甘い感じのイメージと全く違くて、最初この人発表された時に、うん、すごい反対運動が起きたの、だからね、なんかあんまりこの人の作品をまだ見ようっていう感じになってないんですよ、うん、顔がこいつは顔が違うだろうって、うんうん、未だに思ってる人がいるのかもしれない、もしかしたら、うん、でもやってみたらドハマり、すごい、まあ見ようによってはね、若い頃のショーン・コネリーっぽくも見える、短髪にしたショーン・コネリーっぽくも見える、うん、これ傑作、傑作です、ね、うん、カジノ、カジノ・ロワイル、はい、だから今から見たいって人はこっから見るといいと思う、新しいし、ちょっと見てみます、うん、でこれがね、次に慰めの報酬っていうんだけど、これ初めてのシリーズの続きもの、カジノロワイヤルの続きですか、うん、昔もさ、ダブロー、あの女王陛下の007で奥さんが殺されて、うん、次その復讐をするっていうちょっと軽いつながりはあったことあったんだけど、見やすいですね、その先に見るとね、うん、カジノ、そう、これはもう完全に続きとして作られてる、そう、このカジノロワイヤルの何時間後からの話になる、うん、最後敵を捕まえて、あの車に乗せたとこから始まる、乗せてそう逃げるとこから始まるっていうね、続きもの、うん、でもちょっとね、あの慌てて急いで特貫工事で作ったらしくて、うん、あのちょっとねグダグダになっちゃった部分もあって、うん、まあ短くて見やすいのは、うんうん、見やすいんだけど、はいはい、でスカイフォール、はい、スカイフォール、これをね、うん、もう最高傑作とする人もいる、うん、うん、すごい、これなんていうのかな、芸術的に撮られたボンド作品っていうのかな、うん、これアカデミー監督が撮ってるのよ、アカデミー賞監督、受賞したサム・メンデスっていう監督が、はい、もう撮ってるやつで、はい、とにかく映像も綺麗だし、映像を綺麗に撮るカメラマンも一緒についてきて綺麗だし、あとなんてこう精神世界に入っていくような話で、ボンドの今までこう小さい頃からの、うん、成り立ちみたいな、そういうとこからなぜボンドは戦わなきゃいけないのか、これからボンドはどうしていけばいいのかっていう精神世界的な抽象的な世界にまで最後入っていくっていう、これでもう見終わった後にいや何があっても俺は俺だっていうような感じに結末に持っていくっていう、アカデミー監督ならではの奥が深い、それを最高傑作と挙げる人も結構多い、うん、結構初見は退屈かもしれない、でもスカイフォール、うん、でそこまで精神世界に行ったんだけど、はい、次はもう俺は俺だっていう結論になったんで、次また昔のようにちょっと、はい、秘密兵器出したりして、はい、車からミサイル、ミサイルは炎が出たりとか、ね、またそういう秘密兵器とかを出してちょっと昔の路線に、はい、もう監督さんはサム・メンデス、そう、同じくね、うん、続投したんだけど、うんうんうん、まあ確かにそこまでスカイフォールまでやっちゃうと次作るのは確かに難しかったね、うん、次やる人がどういう路線で作っていいのかなっていうのはちょっと迷うところだったんで、まあ同じ監督がいや次こうやればいいんだよって、気楽にこうやっちゃえばいいんだよっていうような感じを、まあそれこそ初期みたいな感じでね、でここでまた初期の敵であるスペクターっていうのを復活させて、うん、タイトルにもなってる、そう、タイトルにもなってる、ね、これ復活させて、うん、もう一回こうやればいいんじゃないのってと言いつつも最後情報部を辞めて終わっちゃうってことはもう最終回って言っていいんでしょうか、そういうわけでもなかった、本当はここでね、ダニエル・クレイグそのまま引退してもよかったような気がする、最後ねボンドガール車に乗っけて情報部辞めてブーンって車で差し去っていくところで終わる、これちょっと終わっちゃうかな、そう、一応ね、最後情報部をやめて去っていって、はいはいはい、で今年の新しいノータイムトゥーダイでどうなるかっていうとこだったんだけど、はいはい、残念な来年に上映は延期ということになってしまいました、うん、それがどうなるかね、ちょっと楽しみであるんだけど、うん、まあ復帰するんだろうけどね、うん、なんか噂によるとなんかボンドに
言っちゃっていいのかな。なるほど。そういう新しい。しかもね、近藤の監督日系人なの。今まではもうスタッフとかも、うん、あのキャストとかもほぼイギリス系 の、 あの人で占めてたんだけど、うん、だからスピルバーグも一回監督やりたいって言ったの、うん、007、うん、あのあなたアメリカ人だからダメって断られちゃった、はいはい、あんだけ有名な人でも、うん、でしょうがないから自分でそれでやりたいと思ってインディ・ジョーンズを作ったっていう逸話、うんうんうん、自分で007できなかったから自分で作ろうって言って作ったのがインディ・ジョーンズだっていう逸話がねあるんです。はい、というわけでね、まあ駆け足ですけど、いや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 、あ、そうだ、あと番外編でね、もう一個あるの、うん、これカジノロワイヤル、さっきも出ました、ね、うん、さっき出たのはあのさっきも出たんだけど、うん、これ実はこれだけね権利をずっと問えなかったの、この映画シリーズ始めたんだけど、この第一作目のカジノロワイヤルだけは権利取れなくて、でようやく取れて、うん、ね、あのシリーズも作ったんだけど、実はもうその前に一回映画化しちゃったの。007がもうすごいブームになってこう、もうしかもこっちはパロディで作っちゃった、コメディ映画で、あもうバタバタのコメディ映画引退した007がもう一回復帰して、まあ敵と戦うみたいな、もうみんなジェームズ・ボンドになるって言って、なんかもうみんな集めてみる、俺はジェームズ・ボンド、俺はジェームズ・ボンドって、みんなでジェームズ・ボンドを名乗っちゃうっていうね、まあ番外編、奇作って言われる、うん、でも結構こうこれもね、うん、好きだって人がいないでもなく、まあ、はい、まあやっぱどんなやつにもファンがいるんで、ね、そうだね、コアのね、そうだね、はい、というわけでした、はい、まあね、タイアップしたものとかって何かあります？タイアップいろいろやってる、毎回やってるから、うん、なんかオメガとかさ、あオメガね、腕時計、うん、まあタイアップはいろいろありますよ、ね、映画の中にそうやってタイアップ商品を出すっていうね、うん、あのそういうのが普通に今やってるからね、うん、いやでも日本でもこれだけね、まあ、まあ人気なわけですから、人気あんのかどうかね、あいやでもちょっと微妙だけど、やっぱファンはいるわけですよね、うん、まあ根強いファンはいるけどね、うん、まあ、でももうみんな年寄りでしょ、若い人でここまでファンはもういないと思う、さすがに、まあ若い人の好きでも、まあカジノロワイヤルからしか見てないような人も多分いると思うんで、うん、うん、まあね、でもやっぱ好きになればきっと古い作品で絶対見るはずなんで、そうだね、あの見てると思います、うん、そうやって好きになる、ただ多いからね、うんうん、なかなか全部一気に見ることも難しい、ね、まあでも迷ったらカジノロワイヤルから見てもらうと、うん、おすすめですか、そうもう全然問題ないと思って、うん、そこから先でもいいと思う、それで興味持ったら古い方に戻るっていうことでいいと思う、新しい方もやっぱその曲はずっと一緒なの基本的に、うん、アレンジは現代風にどん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 ね、うん、変わっていくけど、うん、うん、まあ基本的にあのトゥ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 ルトゥルっていうのがやっぱりねメインテーマとして、あと毎回ね主題歌その時の流行りのね、アーティストが歌うっていうそういうのもあるしね、うん、はい、どうでしょうか、はい、ね、ぜひ皆さんもノータイムトゥーダイ来年4月あるんで本当に公開されるのかなわかんないけど、まあ一度見てみてはいかがでしょうか、はい、それでは皆さんさようなら、はい。